香川県坂出市の大崎の花から美山瀬戸を望みます。西の瀬戸大橋方面へとカメラを向け、ズームすると東港で向かってくるクルーズ客船アザマラジャーニーが能岬の山陰から現れてくるのが見えます。アザマラジャーニーの基本情報をご覧ください。今回のツアーは、15 Night Japan Intensive Voyage と銘打って、日本一周しているもので、昨日の広島紀行に続いて、瀬戸内海を東へとクルージングして、高松港へと向かっています。
まもなく小槌島の向こう側へ隠れます。手前が小槌島で、右側の向こうに見えるのは大槌島です。大槌小槌の2つの島は、綺麗な円錐形をした可愛い無人島です。小槌島の向こう側に、アザマラジャーニーが再び見えてきました。この後、宇高航路を通過した後に、小木島を回り込んで、高松港へと進み、三宝と高松の5万トンバースに接岸します。